ジェームズ・アルビン・パーマーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身の元プロ野球選手。愛称は、ケークス。ウト右打ち。1963年8月16日に、ボルチモア・オリオールズと契約。1964年は、A 級で11勝3敗。防御率2.51を記録するが、129イニングで130。死球も与えていた。 ちなみにこのファームチームでプレーした時の監督がカルリープケンシニアでその時に後に選手生活の晩年でチームメイトになる幼少時のカルジュニアと交友があったという1965年29歳で開幕メジャー入りを果たし4月17日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー主にリリーフでの起用で5勝を記録1966年は 開幕から先発に定着し、15勝10敗、防御率3.46を記録して、チームのボルチも相手後初のリーグ優勝に貢献。ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズでは、第2戦に先発してこの試合が、現役最後の登板となったサンディコーファックスと投げ合い、4アンダーカンプ勝利。勢いに乗ったチームは続く、第三戦、第四戦を共に一から零で勝利し、四連勝で、 球団史上初のワールドチャンピオンに輝いた。1967年は5月12日のニューヨークヤンキース戦でホワイティーホードと投げ合い、6回までパーフェクトに抑える。7回イムシからアンダを許すが自打者を平設に打ち取り、1アンダ無視支球、残塁例の循環全試合を記録。しかしその後は肩の故障に苦しんで9試合の当番に止まり、1968年は、 メジャーでの登板なしに終わる。4球団が拡張され、東西に蓄星となった1969年は、回復して復帰。途中1ヶ月以上の離脱もあったが、8月13日のオークランドアスレチックス戦で6死球を与えながら、ノーヒッターを達成するなど11連勝を記録し、16勝4敗、防御率2.346完封と復活を果たす。 チームは2位に19ゲームの大差をつけて、地区優勝。ミネソタツインズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発し、10アンダーを浴びるものの2失点関東勝利を挙げ、チームを3年ぶりのリーグ優勝に導く。ニューヨークメッツとのワールドシリーズでは、第3戦に先発したが6回4失点で、敗戦投手となり、チームも1勝4敗で敗退した。 1970年は前半戦で12勝を挙げ、オールスターに初選出され、先発投手を務めた。20勝10敗、防御率2.71、共にリーグトップの305.0イニング後完封を記録し、チームは地区連覇。ツインズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発し、12奪三振1失点、関東勝利で2年連続の同上げ投手となる。 シンシナティレッツとのワールドシリーズでは第一戦に先発して勝利投手となりチームは4勝1敗で4年ぶりのワールドチャンピオンとなったサイヤング賞の投票では5位に入った1971年は開幕から5連勝するなど20勝9敗防御率2.68を記録しチームメイトのデーブ・マクナリーマイク・クエイヤーパット・ドブソンと共に1920年の シカゴホワイトソックス以来となる20勝カルテットを形成し、チームは畜産連覇。アスレティックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発して、レジー・ジャクソンに2本塁打を浴びるが、3失点関東勝利で3年連続の胴上げ投手。ピッツバーグパイレーツとのワールドシリーズでは、第2戦に先発し、勝利投手となるが、 第6戦では9回に失点の高騰も勝敗つかず、チームは3勝4敗で敗退した。1972年は前半戦で8連勝を、含む13勝、防御率1.91を記録し、オールスターでは2度目の先発投手を務めた。21勝10敗、防御率2.07を記録するが、チームは、畜産3位に終わった。百七十三年は七月十七日の、 クリーブランド・インディアンズ戦で7回まで無安打に抑え、8回に安打を打たれるが1、安打完封勝利。10連勝を含む22勝9敗、防御率2.240の成績で最優秀、防御率のタイトルを獲得し、チームの2年ぶりの地区優勝に貢献。アスレティックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第1戦に先発し、5安打12奪三振完封勝利。 第4戦では2回途中で降板。第5戦では4回途中からリリーフ投板し、無失点に抑えるが、チームは完封負けで敗退した。サイヤング賞の投票では、383脱三振のメジャー記録を受立したノーラン・ライアンを、抑えて初受賞し、MVP の投票でもジャクソンに次ぐ2位に入った。1974年は、 初の開幕投手を務めるが、途中7連敗を喫するなど不調。6月から約2ヶ月離脱もあり7勝12敗と、不本意な成績に終わるが、チームは、区連覇。3度目の対戦となったアスレティックスとの、リーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発し1失点完投と高投するが、打線がバイダブルーニに安打で完封されて、敗戦投手となり、 チームは1勝3敗で敗退した。1975年は復活を果たし、いずれもリーグトップの23勝、防御率2.09、10完封を記録し、キャットフィッシュハンターと並んで、初の最多勝利、2年ぶりの最優秀防御率を獲得。2年ぶりのサイヤング賞を受賞した。1976年は22勝13敗、防御率2.51。 リーグ最多の315.0イニングの成績で2年連続の最多勝利、サイヤング賞、初のゴールドグラブ賞を獲得。1977年は、オールスターゲームで3度目の先発投手を務める。20勝11敗、防御率2.91、リーグ最多の22関東、319.0イニングの成績で、デニス・レナードら2人と並んで3年連続の最多勝利、 1978年は5月20日から4、完封を含む7連勝。オールスターでは2年連続4度目の先発投手を務めた。終盤にも7連勝を記録し21勝12敗、防御率2.46で4年連続20勝を達成。1979年は故障もあって10勝に終わるが、チームは5年ぶりの地区優勝を果たす。 カリフォルニア・エンゼルスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第1戦に先発し、9回3失点で、勝敗はつかなかったが、チームは8年ぶりのリーグ優勝。パイレーツとのワールドシリーズでは、第2戦に先発し、7回2失点で勝敗つかず、第6戦では6回まで無失点だったが終盤、打ち込まれ、8回4失点で、敗戦投手。チームは大手をかけてから三連敗を喫し、 2勝4敗で敗退した。1980年は後半戦で防御率4.90と調子を落とし、16勝を上げるが防御率3.98と、それまでのキャリアワーストとなった。1981年は50日間に及ぶストライキでシーズンが中断、短縮され、後半戦で防御率4.74とまたも不調で7勝に止まる。 1982年は、序盤は不調だったが、6月7日から11連勝を記録。チームは、ミルウォーキーブルワーズと、地区優勝を争い、10月1日からの直接対決、4連戦で3連勝指導率で並ぶ。勝てば、逆転優勝となるシーズン最終戦で先発するが、敗戦投手となり、地区優勝を逃した。それでも15勝5敗。 防御率3.13と復活を果たした。サイヤング賞の投票で、ピート・ブコビッチに次ぐ2位に入った。1983年は故障で、長期離脱し、15年ぶりのマイナーも経験するなど故障に、終わるが、チームは4年ぶりの地区優勝。ホワイトソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、ダイソーによる出場のみで、登板機会はなかったが、チームは、リーグ優勝。 フィラデルフィア・フィリーズとのワールドシリーズでは第3戦で5回から先発のマイク・フラナガンをリリーフし2回を無失点に抑えて勝利投手となる。この勝利で1960.7080年代の3ディケードでワールドシリーズでの勝利を挙げた史上唯一の投手となった。チームは4勝1敗で13年ぶりの現在まで最後のワールドチャンピオンに輝いた。 1984年は結果を残せず3連敗を喫し5月17日に戦力外通告となり現役引退を表明したオリオールズ一筋で投げ続けたフランチャイズプレイヤーだったパーマーの背番号22ボルチモアオリオールズの永久欠番に1985年指定引退の翌1985年9月1日に パーマーの功績を称えられ、パーマーの背番号22はオリオールズの永久欠番に指定された。1990年にアメリカ野球殿堂入り、2009年1991年45歳にして復帰を目指し、フルスオリオールズのスプリングトレーニングに招待選手として参加。オープン戦にも登板したが、衰えもやはりあり、復帰は実現しなかった。 現在は ABC などテレビ局の MLB 中継解説を主に活動している。ありがとうございます。